い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、びっくりした。何、あ、さっきの突き破った。やっぱり、おい、やいな、今の音って。突き破ったんだよ。随分と早い伏線回収である。柵が開いてるぞ。あそこにいたウールは行ったね、向こう側へ。ってことは森の中に、あいつ体当たりしたもんな。まさか入ったのかよ。この先はさ、誰であろうと入っちゃいけないんだぞ。昔ポケモン博士の孫がさ、中でひどい目にあったし、その後めっちゃ怒られたって。アイナどうする？ポケモン博士の孫、私の頭の中にはシゲルがでもマサラタウンじゃないもんね、ここ。助けよう。わかる、ダメだと言われても行かなきゃいけないシーンだぞ。覚悟決めてさ、ビシッと行くぞ。アイナだぞだぞ、うるさいね、しんちゃんみたい。なんかなんかさ、ちょいちょいすぐそこで止まっとるの、なんなん。あれ、すぼみ増えてない？なんか向こう、ほらほら、アイナ、ポケモン助けないったぞ。だぞのせいでなんか全然かっこよくないな。あ、まどろみの森、こういう感じか。迷いの森的な、ドラクエとかで出てきそう、こういうとこ。ウールのやつ、どこに行ったんだろうな。ん？霧が出てきたな。早く見つけないとやばいぞ。霧はさっきから出てる気がするけど。おう。あ、そういう感じね。かわいい！野生の星ガリス、星ガリスやって。めっちゃプックプクやね。ほっぺた。何系なんやろ。何タイプこの子。ノーマルとかかな。レベル2か。結構きついな。やっつけてしまいそう。うちレベル7だ。え、たか、あれか。モンスターボール持ってないんか。もしや。あ、しかもやっぱり普通にやっつけた。あ、急所やし。なるほどね。あれなんや、シンボルエンカウントじゃないんやね。ヒバニーお疲れ様、今元気にするぞ。あ、回復してくれるん、ありがとう。よし、ビシッと急ぐぞ。戦いよったん、見よったんならさ、参戦しろよ。まあ一匹をね、二人がかりっていうのもあれやけど。あ、これもこれで可愛い、野生のココ柄。あれよね、多分何も、ほら、傷薬しかない。そこは回復用の道具の場所です。あとのやつ何もないもん。ってことは今はもう戦うしかないと。頑張っていこう。レベル2やしな、相手かわいいけど。いけいけい。やっぱ最初の方はちょっと月歯類だとか鳥類だとかが多いの。なんかピカチュウ AV の時の、お？フィールド上にポケモンが見えとる状態っていうのが結構賛否が多かったみたいやけど、どうなんやろうね。私的には見えとる方がいいかなって思いよったんやけど。なんだ今の、何かの鳴き声か。まあそうだろうね。何その、なんかすごいニコニコするね。どうしたの？おお、星ガリス。一瞬、キャタピーのように見えたよ、影が。走ったりとかは別にできないの。アイナ、ウールが心配だぞ。わかってるよ。何？なんで止めたの？どうしたの？だから向かってるじゃねえかとしか。文句の多いやつである。うわ、霧がめちゃくちゃ濃いんですけど道がわからない。お、いた。なんだか嫌な感じの霧だな。入っちゃいけないのもわかるぞ。ん？なんかやばいポケモン現れるんじゃないの。周り見えなさすぎやろ、やば。もう私ならちょっと方向変えたらどっちから来たんかもわからなくなりそうな。なんだこいつ、ロード。え、何？戦うの？
絶対今は戦ってはいけない相手な気がするけど。確実にそんな気がするけど。君、耳が片方ないね。攻撃が効いていない。不思議なポケモンがじっと見つめてくる。え、こいつ技が効かないぞ。火の粉。幻やね。なんだ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 。霧に包まれたけど。あいな、何も見えないけど大丈夫か？何も見えなくて大丈夫なわけがない。え？なんなの？鳴き声。鳴き声すらも通り抜けていく。ああ、どんどん霧が濃く。ちょいちょいちょい。でもヒバリーが動きよるのはなんとなくわかる。何も見えないぞ。うわあ、どうした？何が起きた？もうわからない、さすがに。ここまで来ると編集ミスかと思われるレベルである。お、霧が晴れた。今のは伝説のポケモンってことかな。私あのパッケージのポケモンをよく見てないんやけどさ。これはダウンロード版である。あれ伝説のポケモン。ホップ、アユナ。ん？え、兄貴？方向音痴なのによく来れたな。心配させておいて何を言っているんだ。いつまで待っても来ないから、お前たちを探しに来たんだぞ。そうだ、ウールは、ウールを助けに来たんだよ。ん、助けた？おー、いる、優秀リザードン。無事だよ。俺がここに来た時はみんな気絶していたけどな。事情は分かった。黙って森に入ったのはアウトだが、お前たちの勇気は認める。よくやったぞ。よかったな、アイナ。深い霧に包まれたり、不思議なポケモンと戦ったのも、無駄じゃなかったぞ。不思議な？何を見たと言うんだ？すごい威厳があってさ、とんでもない存在感なのに、技が効かなくて、というか、技がすり抜けていったみたいで。技がすり抜ける？まどろみの森にいると言われるポケモンは幻なのか？お前らが鍛えて強くなれば、いつか秘密を解き明かせるかもな。まずはまどろみの森から出よう。俺が一緒だ。安心しろ。兄貴には怒られたけど、すごい体験をしたよな。俺の伝説の1ページになるぞ。怒られた感じはせんかったけど、あんまり。黙って出かけると、さっきみたいに怒られるからな。ブラッシータウンに行くこと、おばさんに話しておかないとな。ブラッシータウンっていうのはあれか。駅があったところか。ってことは、一旦お母さんに言いに行かんといかんのか。別にいいんじゃないかと思うけど。いたいた。あら、ヒバニーって素敵なポケモンなのね。ダンデさんから聞いたわよ。ポケモン図鑑をもらいにブラッシータウンに行くんでしょ？もう言ってくれとるやん。はい、お小遣い。ポケモンセンターで傷薬とか、いろいろ買っておくといいからね。ヒバニーはあなたのために一生懸命戦うんだよ。あんまり無茶させないでね。ヒバニー、アイナをよろしくね。何かあったら帰っておいで。家ならゆっくり休めるでしょ。家はいつでも休めると。オッケー。みんな家の中でポケモン飼いよんかな。ね、ホップもそうやったし、アユノの家にもおったし。ってことでブラッシータウン一番道路行くぞ。この一歩がチャンピオンへの第一歩。よし、俺は草むらにポケモンと戦わせて猿乗りを鍛えるぞ。お前が行くのは紫の屋根。おお、ありがとう、教えてくれて。赤と白のボールのマークがある建物。あれがポケモン研究所だ。おしゃれやね、めっちゃ。ただそこのね、落ちてる道具がなんかめっちゃ通せんぼされてない？あ、あれ？見た目に見える。フィールド上で見えるよ。森の中は霧で見えんかったってことかな。ほら、今の確実にポケモンやん。見えるポケモンと見えんポケモンがおるってこと？やった、傷薬。モンスターボール落ちてないかな。ないか。ほら、見えるやん。すやすやや。寝ているウールたちを起こさないよう遠回りしよう。寝るなよ、そこで。じゃ、結局こっちから行かんといかんのやね。モンスターボールを発見して、発見というか、手に入れてからまた戦いたいな。草むらからもいっぱい出てくるな。よいしょ。
マヒナウシ2個。あ、新しいアイテムはちゃんと説明が出るの？スプレー式の薬、ポケモン1匹の麻痺の状態を回復する。逃げてく逃げてくリスたちが逃げてく。ちょっとまだポケモンたちの名前が全然覚えられない。お、最強のリザードン。みんなめっちゃ集まっとるやん。やっぱりダンテが来たから。ゴールだ、おめでとう。あ、リザードンも来た。鍵がのししのし近づいて。君はポケモン研究所に見事到着したんだ。高校音痴の俺とは違うな。ポケモンが一緒にいたから君の世界は広がっただろ。さあ中に入ろう。リザードも目印サンキュー。目印のためにあっこにおったんやね。なるほど。まあ、その前に説明してくれとったけどね、紫の屋根って。さすがはマグノリア博士。気になる資料ばかりだ。マグノリア博士。男かな女かな。何？犬系のポケモン？そのまんまやね、鳴き声。かわいい、コーギーみたいよね。でもなんか雷系かな？尻尾の形が。あ、若い女の人やね。この人は博士。ダンデ君、今日は何？まだ見に最強のポケモンを知りたいとか、無茶はやめてほしいんだけど。下って飛び降りてくるかと思った。そこまでアクティブではないか。やあ、ワンパチ。いつも案内サンキュー。今出迎えてくれたのはワンパチというポケモン。ワンパチ。もっとなんか名前はないのか。道に迷った俺を何度も助けてくれたんだ。ちなみにトレーナーはソニア。彼女の作る料理は手早く食べられていいんだよ。トレーナー？博士ではない。もう昔一緒にジムチャレンジに参加したからってどんな紹介だよ。ワンパチだけじゃなくて私もあなたを助けたよね。ソニア。おしゃれ、かわいい。はじめまして、私はソニア、博士の助手をしています。なるほど。こちらはアリナ、新人のポケモントレーナーなんだ。ソニア、アドバイスを頼むぜ。ワンパチが動き出した。なになに、どっかに案内してくれるの？人を何だと思ってんだろ。マイペースすぎるから迷うんだよ。って、あなたもスマホロトムを持ってるんだ。ロトムのスマホバージョンってこと？ヘイロトム。決定。いいよね、スマホロトム。マップをナビしてくれて。ダンデ君は迷子になるけど。で、君、ポケモンに詳しいの？いや、別にそんな。大丈夫だって。ポケモン図鑑をスマホロトムで使えるようにしてあげるから。ロトムもスマホになる時代か。アリナはポケモン図鑑を手に入れた。やった、もらえた。ちなみにポケモン図鑑は私のおばあ様からのプレゼントだったりするのです。ポケモン図鑑を受け取ったこと、おばあ様に伝えておいてよ。おばあ様だったら2番道路の先にいるから。それが博士？それはまた別？ダンデ君は立派なチャンピオン。私は一応助手。あくまでも自称助手。なんだろ、すっきりしないな。スタートは一緒でも格差ができてしまったということか。これリザードンの生態調べよね。ホワイトボードには何かのメモがびっしりと書き込まれている。自称助手ってことは別に博士に認められてるわけでもないんかな。あ、すごい生活空間が。めっちゃ生活臭。お、どうも、ワンパチやったっけ？かわいい。よう、ポケモントレーナー。呼び止めて悪いね。今、ポケモン研究所から出てきたろ？ということはだ。ポケモン図鑑をもらったんだよな。俺は新米トレーナーに話しかけては、いいものをあげるのが大好きなんだな。何それ、怪しいおじさん。アイナは傷薬を手に入れた。モンスターボールをくれよ。アイナは傷薬を回復ポケットにしまった。傷薬だよ。ポケモンの HP、ヒットポイント。つまり体力が少なくなったら使ってあげな。戦っている時でも使えるぞ。情報を制する者が勝つ。いろんな人に話しかけたり、看板を調べるといいんだな。ふんふん、了解。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そのおばあさまが博士なんだろうか。博士出るのめっちゃもったいぶるね。マグノリア博士やったっけ。なんかちょっとすごそうな名前やけど。